ないね。持ってみて。今日から24日までアウトレットモールらしいな。サマークリアランス。めっちゃ安いし。来て。めっちゃ安い。マクリアランス。あ、だからな、今よかったな。めっちゃ安いし。めっちゃ安いとき、本当に安いから、ね。安いっすよね。いいな。で、まあ、ビッチケース乗ってるから、あれだけど、このあまり表では言わないけど、あの限定みたいなのも最後で残ってて、出なかったやつとかが出るから、しかもこのクリアランスで死にやすいみたいな。だからこの商品がこの価格でみたいなのが本当にあるって。ああ、なるほどね。はい、始まります。今日朝早朝あ、FEC チューンド、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。キラキラ始まりました、FM ビデオマン FEC チューンド金曜日キンピラゴボーキンキンピラピラお客様ラジオ生放送でお届けしております。はい、自己紹介しましょう。僕たちは沖縄にありますお笑い団体演芸集団 FEC という事務所でお笑い芸人やっておりますキンピラゴボーの金城富川森光です。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、はい、113回目のお放送になっております。いやあっという間でしたね。あっという間ですね。9月も、9月もね、うん、気づけばもう終わりだと思います。いやいや、まだまだじゃない。半ばでしょ。半ばですね。適切な表現、適切な表現の半ばですけども、ね、皆さんお越しでしょうか、ね、もう今ね、世の中がもういろんなことでガンガン、ね、ガンガン、引きずり回されてますけども、はい、まあでもね、うん、まあでも最近の大体に言えば、うん、大阪直美選手の優勝、うん、すごいですよ、全米オープン、はい、日本で初の開催でございまして、素晴らしいですね。4大会で対戦相手のフェリー・ウィリアムズ、なんて言うんですか、最強かというかね、もう戦士だもん、ね、言ったらあれでラスボス感がすごい。そうそうそう、あれすごいよな。こうやっぱりオーラとか、やっぱりこの、うん、そうそう、目つきもそうですし、うん、構え方から、じゃんけんも強いで、じゃんけんも強い、仮にブーンってチョキで負けてても、うん、いや、カツカツカツよな、うん、パーンブーンチョキで足指と中指でパーンってやるぐらい、まあそんくらいこうなんか、うん、迫力がすごくね。で、そこでね、はい、このプレッシャー選手はどうするプレッシャー、うん、自分のプレッシャーにも打ち勝って、うん、でもまた憧れの選手でもあって、はいはい、その選手のおかげでテニスを始めようと思ったってありまして、うん、これはもう相当嬉しい。そうですね。まあ、金曜日はね、僕、何の日みたいな曲、はい、なんかこの目にする、はい、タイミング、習慣があって、うん、エレベーターの歌が出るじゃないですか、はい、今日もびっくりしたんですけど、9月14日、メンズバレンタインデーって、そんなのあるんだ、ホワイトデーがあるにもかかわらず、メンズバレン
デーっていうのがあるみたいで、これはなんかこの日本のこのボディファッション協会が、1991年に決めた制定したやつで、内容がですね、男性から女性に、下着を送って愛を告白する日と、まあ、特にこの行事などはもう実施してないんだけど、まあ、制定をして、まあ、このファッション協会はこの下着のね、協会なんですけど、いやでもこれっておかしくない？だからおかしいよねって思って、そもそも、まあ怖いでもね、多分そのメンズバレンタインでもどっちも日本が作ったのかな。いや、バレンタインデーは違う。あ、じゃあホワイトデー。あ、ホワイトデーはそうですね。バレンタインデーはなんかその海外では逆というか、男の人が女にあげるのが、そう、そもそもバレンタインデー自体が男から女性へとか主流だったのが、日本そうそう、これ女性から男性に送るっていう習慣が日本独自のものらしいね。まあ、このチョコレートの協会の人が、はい、まあ、そういった日にしましょうということで、まあ、投票費が、ね、量も増えて国民的行事になりましたよということで、なるほどね。でその後のホワイトデーがお返しということで、ホワイトデーもそうだね、こう日本、まあでも確かにプレゼントはいつもらっても嬉しいですから、嬉しいですけどまあでもこれを差し置いても俺そのここのびっくりして、いやじゃあもうメンズバレンタインデーがホワイトデーだし、まだちょうど、14日から半年って言っていいの、なんか一応この日なんかこの9月セプテンバーバレンタインって言って、あんこの3月14日のホワイトデーから半年に行って、女性からお客に別れを切り出す日、みたいに設けてるらしい。なんかこのその TBS のラジオの番組の中で、そういったものが発祥されたらしくて。なるほどね。詳しくは分かんないんですけど、いろいろ調べてみて。でもこれさ、メンズバレンタインで、名前がちょっとね、ダメっていうのはあるんじゃない？他の名前だったら、もっとバレンタインっていうこの、あのネームバリューに乗っかったっていうのあるかもしれないですけど、なんか、下着プレゼント、なんか。ウェアデーとかそのまますぎるけど、いやウェアデー実際に下着プレゼントするって恥ずかしくない？だから男性から女性にってことは、これ自分の下着プレゼントで使用済みのラックスとかじゃないからなんかあるさ、この俺のこの下着を洗ってくれないか、あ、なるほどね、っていう後回しにちょっとプロポーズに近いような、いや違うんじゃない？ QI の形違うと思うけど、手がたまにやるせなく自分の羽をガワガワみたいな、いやそういうフフフ分からんけど、ねなんか女性の下着タイプのって難しい、なんかサイズとかあるじゃないですか、そうそう、だってそれなんか好みもあるだろうし、あのなんかさ、胸カップ数はまだ分かるけど、アンダーって何ってないくるのっていうか、相当、まあなんかこの結婚で同棲の期間を経て、なんかいろいろ知った上で、なんかこう、確かに夫婦とかもう相手柄だったらいいんだけどね、こうな、そう結婚歴5年以上とかだったら、まあまあわかるかなって、そういうところなのかな、まあもう、それをね、メンズバレンタインデーだっつって、こう騒ぎするようなもんではございませんので、そうだな、まあ、そういったのも設けられてますよ。あるんですね。で、あとやっぱりこう毎月14日っていうのが、なんか韓国でペイデイスやペイデイスや違うとこやで14日はペイデイスだよ大変ですよ、知らない、この恋人同士に関連する記念日になってます。あ、そうなんだ、この大変だ、14日で、この14日に関してはいろいろありますよ。ミュージック、韓国はミュージックなどの音楽がかかる場所に友達を集めて、恋人を交換する日、とか、あとフォトで恋人同士で取り合いとか。いや、俺絶対韓国住めないわ、1年でさ、その1回でいいじゃないですか。1回というか、まあ、なんていうの、いや、これは男性側の意見がね、女性側はやっぱり記念日を置く方がいいね、いろいろこう作っていこうっていう、そういうのが多い時だよね。まあ、お国柄でも違いますし、日本も日本でまたホワイトデーを作ってるっていう時間に、だからこれはもう多分、今日でもうちっちゃかめっちゃやってる
そんなにびっくりする。じゃ俺もじゃあ、もう何でもあるかなと思って。ああ、作れ、いや、だから、うん、のそういう業界とかも、ゴールデンウィークとかもそうじゃないですか。とか、だからこの、何か当たれば、やっぱりそれ、売り上げが伸びる。っていうのを、森で、いろいろ作って、チャレンジしてるんじゃない、うん、チョコはわかるよ。下着あるかな下着で。いや、わからないさ。まあ、まあ、でも、日本は、ないとは思うけど、でもそれでもそうやっとかなんじゃない？でこんなって結局触れられるしな。うん、まあ確かにメディアだったりいろいろなので9月14日、はい、メンズバレンタインの人が下着を送る日になっています。はい、本当にいるのか？悲しい中、でもだ送って、はい、いるのもいるんじゃない？その方と言いましたら。もう出しますのでよろしくお願いいたします、はい、メールアドレスが2797@fmg1.com までお寄せください。ツイキャスで配信していますので、はい、気軽につぶやいてくださいね。 FM 技能1でツイキャスで検索していただけますと思いますよ。じゃあまあお知りください。それではじゃあ一旦 CM に行きましょうかね。はい、 CM です。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日は早速コメントありがとうございます。ナナさん、こんばんは。こんばんは。ミスさんも早速コメントありがとうございます。こんばんは。マヤさん、こんばんは。もう女性が本を送ったんじゃなかったかな。まあ、前で。まあ、分かるもん。そうなんですね。下着フェチじゃない限り嫌だと。ああ。ラジオ名言います。キンピラジボール、キンキンピラピラ、おしゃべラジオ。VC 中道木金曜日、キンピラ号のキンキンピラピラ、おしゃべラジオ、はい、いやだいぶ前です、ね、もうキンピラ期の方が長いのにね、うん、木曜日と言ってしまいました。あ、そうか、キャンさんはもう金曜日だから、うんあのひろきさんぐらいじゃないですか。そうですね、木曜日一緒にやっている、はい、近くに行きた。俺たちも結構変わった方で、ね、そうだね、うんうん、いろいろいました、はい、難しいな。そんなこんなもあってね、時間番組やるでしょ、うん、バッティングがあったじゃないですか。はい、なんかあの本当に目がつくのか考えられないぐらい、はい、辛いトマトジュースというか、うん、ナバの、うん、ただなんかあれ、うん、ラジオ聞いてる人に飲んでしまったかな。相当辛い、辛かったですよ。相当辛いって、うん、みんなが辛い辛いってなってる中、うん、この近くに来たおじさんが、うん、俺が飲むって、うん、酔っ払ったがグビグビグビ、うん、あーいや俺はどうなるんだ。いやでもあれ本当にこれやらせなしなんですよ。マジでくて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 新人時くらい、あんなのってって言ったら、あの程度のあれなんかこう目度合いがあって、まあそれぞれね、のさんに、はいはい、アクションじゃないですか、うん、すごく辛かったね。だってもう一回辛みたいのを想像してたんだけど、エンタメの始まりだったよね、うん、びっくりした。もうないない、あんなのない、もう本当に辛すぎて、俺なんか、多分、見たあるからずっと俺、ハッしか言ってないから、辛すぎてもう、アクションとかの味じゃなくて、どこでもあんなのやってないんじゃないかな。いや、疲れて、いろんな、はい、いろんな罰ゲーム、楽しみ、楽しみみたいな感じだったから、また痛い系とか、はいはい。ただ、うん、でもやっぱり、5時間も放送して、ラストだから、はい、確かにあれぐらい辛
少ない少ないリアクションできなかったから。もうなぁ。歌の想定して、そう、びっくりする。水に飲まるもんじゃなくてあれ。ポジティブシンキング。もうまあ楽しかったしな。というか、痛かったか。なんかね、あの、ボケみたいな。の、あの、テキーラと同じ、喉を通って、はいはい、スーッて、からから、起こし、起こしとか、喉を通って、スーッて、喉を当たるのが、ね、はい。あー、そうか、ビールがね、甘かった。酸が、酸に目に痛そうですけどね。あー、ほんとに。あー、でも、それすら、ビールのシュワシュワの喉越しで、もう、ありがありがっていう、ふわふわと感じるような。刺激でしたけど、これ最近僕、はい、このまあ体力を整えて、お家の片付けしてからね、こうちっちゃいどんくらいかな、10センチくらい、ちっちゃいドア使った、はい、なんかこうあの隙が入って、入ったらなんか、はい、あの草みたいなのが入ってたんですよ。で僕も小さい頃から植物の種とか、うん、そういったのを、はいはい、のが好きで、でまあそれあれかなって、でもよく調べたらこれセンブリ茶だった。わけね、おー、なるほど、なるほど。スギムとか、うんうんうん。センブリ茶。はいはい。めっちゃくちゃ苦いわけよ。はいはいはい。センブリ茶ね。うんうん。でも体にいいわけ。うんうん。体にいいと思って調べたら、相当やっぱりいいらしくて、はいはい、こう、なんか、お腹泣かない環境を整えるし、うん、こう、やっぱ大事なことを整えば、うん、結構、全部ね、良くなっていくっていうのあるし、飲みすぎ逆に、こう、あの、便が緩くなっちゃうおそれもありますよ。はいはい、漢方薬みたいな。最近それはもう飲むようにしてるだけだけど、はい、この鳥肌がすごくて、ね、飲んだ時のこれはこうペロッと口の中では味わわず本当に見るとちょっとこれ飲めな多分マジで今日の全部で持ってきたうわーやだーちょっと、完全にラジオではあんまり表現しないですけどおしっこの言うな俺が今何かで例えようと頑張ってたところ言うな赤いレモン色のおしっこの、どんちょっぴ飲んだ後なみんなビーツが出てるやつ体から流れ込んだやつ詳しすぎるだろや色が黄色いやつねえ、ナミンシンの CM ビタミン B2 の色って言ってましたビタミン C は C です、うん、やっぱりおしっこぐらいは大丈夫でしょ何がおしっこっていうワードは別に、まあそれはあれですけど、はい、これ今あの入れ物がねあのファンタのパイン味が入ったやつに入れて、ね、匂い自体はもうこのパインの匂いが強いわけ、うん、そうなんお茶自体に匂い香りはない、はいはい、もう、うん、だから逆にちょっと味見するじゃないですかこういうのってちょっとが、うん、逆にこう口の中に広がるから、うん、ちょっとやばいわけあ一気に飲んでいい、うん、もう何回も飲んで、はいはい、買ってるんです、うんじゃあお前が飲んで何になればずっと飲んだやつがいやこう、うん、ちょっと口の方に飲んで、はい、なんですけどもうなんかこれでファイホあそうなんだちょっとでまあそうだね、そうですね逆にキャンセルに飲んでもらうってもあるよキャンセルいやもう、体も飲むさ、絶対まあまあ、まあ、分からんけどいや、まあ、飲む香りはね、はい、ますますペットボトルのこと、はい、あこれあ、だから普通のお茶普通のお茶ありますこれは大丈夫、旅行ですちょっと、あ、センブリ茶、初だな、センブリ茶、うん、でも、どんなにいいっていうのはセンブリ茶っていうのは、ホコリの葉かぶった小さいタッパーから出てきたっていうのもあ中はもう全然大丈夫じゃあ、いただきます、はい、すいません、ラジオの方はい、声わかった俺バファリンバファリンの味パブロンの味がするパブロンの度がすごいやつ、うん、パブロンだねもう言われたら今そうだなって思った俺ちっちゃい頃、うん、あのコタグサクが飲めて、はい、こう咲き込んだ下流のパブロンねそうあの パブロンを水で薄めて飲んでた、うん、うわうわ最悪の味がする、うん、めっちゃまずかった、うん
今考えたなんで俺水で薄めてるの一個ですってなる、うん、でもだからその漢方薬だし体にいいので、うんうん、あでももう一度飲みますこれじゃあね飲みはするんですよで飲み終わった後の、うんうん、こなあの口に残る、うん、のゴーヤー食べたてみたいなそうそうそうゴーヤーの後味みたいな感じだね、うん、そうだから苦いの好きな人とかは全員いいかもしれない、うん、確かにでも、うん、あこんだけ苦けりゃ説得力あるよ ね体に効いてるなって感じするじゃん、うん、なんかそういうモチベーションに持ってメンタル的な部分になりそうだから俺はこうも最近週間で欲しいじゃないですか来てから水分欲しいじゃないですか、うん、そこにめっちゃ嫌だ朝はもう俺もいっぱいは飲まない飲みすぎたら飲まるので本当に尿検査のトップぐらいの多分量的にはそのくらいだワンショットぐらいのグビ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 のガーッしてやこれではいはいはい、まあ、目覚めとともにねそうそうそう、うん、歯も磨くね、うん、キャンさんもキャンさん伸びますよそうです一応伸びちゃうとキャンさんあーでもやっぱこういうのって今日なんか伸びてますねそうそう一回飲んでみ、ま、ね磨いやつ、まあ、いただきます、はい、一応いけなくはないなくは、はい、苦いですけどわーごくってあああの僕は全然問題ないなあそうかそう全然強いもいますしねはいはいはいいやこのなんか逆わざとこれをガタガタに、うん、あの飲むみたいなのですよね、なんかねのゴーなんか、うん俺のおじいおばあからもらったんだ、はい、飲んでるわけ、普通にあ、でもいいなぁと思って、うんうんうん、ブリちゃんゴーヤーも飲んでみて、うん、確かにブリちゃんウコもいいですよね、うん、僕も好きウコ、はい、あそうそうそう飲まないなウコ、ウッチンちゃんああウッチンちゃんの2杯はまだ本当に全然好きだしなんかうちおばあたはこれで泡盛島を割ったりしますもんねうーんうっちん割りうっちん割りうっちん割りおいしいおいしい、うん、あっ熱いやつこれからの時にいいなそうっすねいろんなお茶そう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 お茶ジョグだ結構はいはいはい玄米茶とかお茶ねうんいろいろなあっ茶があんまり好きじゃないはいはいお茶って、うん、なんかおらかでは苦いっていうなんか甘い甘いすごいすごいまだはどちらかというとなんか苦味というかは何だろうな苦いけど何の何の何の丸かさっていうかなあれがあんまりなんかこう僕の中でそんなに、はい、というねなんかこの舌触りというか、うん、この、ね、香りもそうですけども、はいはい、でもこの立てたやつが美味しいじゃんあ確かに作りたてとかそうかもねそうだからお茶道とかやってみたいなっていう、うん、はい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 あのブクブク茶ってあるの分かりますあーありますよねこうこのあの泡立てたやつ水ブクブク泡立てて、うん、もう泡を食べるようにしてこの下にお茶単品茶かな下を飲むやつがあるんだけどもうそれも結構いいですよほうほうあのチンスコとかとね、うんうん、俺がちっちゃい頃にすごい飲みたいって言ったらこのブクブク茶, ブクブク茶なんかあるじゃないですかそういうしなんか観光地とかにあ、はい、ありますで飲ませたみたいなんで、はいはい、そしたらあの何も言わずにすっごい渋い顔してたね、だから、うん、あんた多分好きじゃないから飲まない方がいいよって言われた、うん、子供が飲むっていうか、うん、本当に大人がちょっとまとまってる系が、うん、今飲んだら美味しいあの不思議本当に食の好みって変わるよね変わるでしょ俺ナスとかさ、うん、全然ダメだったっけよあ、うん、めっちゃ美味しいなと思って言ってナスも美味しいしうまいよなんかなんかマーボーナスとか今マーボーナスはめっちゃうまいお腹すいてきたマーボーナスマーボーナス誰かから食べてないの今なんかもうあれあの博多 の, あの明太子めんべいがあるじゃないですか、うん、近く食ってマジであれ俺も今日はあのその前この前ラジオあったの、うん、その時に体育の位置っていうのあってからあやってるねも俺も全然その時に単行ぐらいあ食べたぐらい全然食べてない食ってるだしそれは食ってるじゃないですかチキンラーメン食ってるじゃないですか気持ちめっちゃわかるわえ、わかるかやあのそうみたいな、うん、この台湾式の台湾そうめん美味しいんだな台湾のこのラーメンみたいなやつと、うん、えんぱやしあのパンかなパンかあのパンが入ってるやつあそう、うん、2種類鶏肉とパンのやつが食べないから4つ4つで4や全もうやめな4品食ってるしって仕方ないわ、その前にだってお家で
ゴーヤーチャンプルーも食べたし、平らげた、その前にあの弁当も食べたわけよ。大変や、こう部活生やし、こういう部活生ぐらいカロリー摂取するやし。でもゴーヤーチャンプルーを僕さっきに食べたんですけど、あのタッパーに入れて作り置きしてくれてるわけよ。ああ、いい。それを、うん、あのレンジでチンするんだけど、ゴーヤーチャンプルーって、うん、作ったやつをレンジでチンしたら、はい、全然苦くない。ああ、なんかこの冷えてるのかな、火が立ってて通り過ぎてるのか、うんうん、でっていうのか、いろんなこの汁がこうレンジのネットネットぐちゅぐちゅって、はいはいはい、すごいなんか僕は好きなのちょっとゴーヤー煮込みみたいな、ね、そうそう、煮込みみたいにやってるテイストになる。あれ、うわうわめっちゃうまそう。うわすごい今いやおにぎりをいや何、え、これ本当に食べていいですか。すごい、なんか大事申し訳ないよちょっとタイミング食べますかいいな、なんかいいなお腹空いてきちゃった。あ、これ本当だ。これ俺あのレジのおばさんたちとかが家につけるつける、あの油のやつかなって ね、 あね、あ、正論だ。んこれどんな人開けますか、これ。あ、正露丸だ。正露丸久しぶりに聞いたな。うおー、正露丸かじゃ。正露丸ですね。ごめん、正露丸しか言ってないの、ね、なんか話したいことがあれば。いやでもいいな。今週先週ぐらいから、はい、あの絶やさず毎日音が入ってきて、だからよね、うん、だからよね、そうそうそう、めっちゃ MC してるなと思って、しまくりでくりでね、これもまあラジオですけども、でも MC じゃないですか、はい、そうそう、いろいろやつね、たくさんありますけれど、でもですね、なんか今パレットの上の方で、はい、あー、ビアカビアカは話したのかな、多分木曜日にやってるから、あ、いや、こう話してる、多分話してる、いいです、うん、金曜日は近畿でね、はい、あのタイガー他で、そうそうそう、海風ちゃんの方でホテルをやって、っていう感じでね、そうか、はい、まあお互い別々、ね、あと俺は9月の仕事、はい、夕方から4時40分から、はい、ちょっと行くか、うん、いやいや、仕事の話、診療の仕事診療してないだろ診察でも先生がやっとあの傾向が良くなったので、頑張ってるねって、そうそう、あ、でもこれあれじゃない、あれじゃない、振りちゃった、いろんな、でも、でもキンキンで始めたんだけど、いやいや、でも結構効くって、うん、だって先週キャンさんに、まあ、体調の話は、ね、あのお腹ね、そう、減りますといいよって話聞いて、あの時もう本当にあのなんていうついたというか、気がなんか普通に食べるときとかお腹引っ張ってるんですよ、うん、そしたらめっちゃ引っ込んできた、えー、やば、すごいすごい、そ、ほんと1センチ結構、マジでマジで、そうです、相当じゃん、ほらだって前が、まあ、いいぐらいなんだけど、うん、前がこんぐらいでしたよ、へえ、マジで1センチどころじゃ相当減ってる、減ってる、今全然鏡見てびっくりしたっけ、へえ、体重は減ってないわけよ、逆に増えてるわけよ、体重は基本的に2個引いてる、 1.5 キロくらい、やる、俺もやる、横のお肉が減り、あー、横こんなに減った、ね、完全にへっこんだの、ね、すごいすごい、なんかあのお腹がプッて出るなって もう、うんうん、筋肉ついて中に引いてくれてるのが分かるの、はい、あー、最近食べたら出てくるんですよね、絶対なかったんですけど、うん、俺食べたらもう最近出るわけ、うん、で、こうへこめてるように意識して、ね、食べた時はきつくなるんだよな、ね、あ、ね、俺なんかまだ20代いやいやいや、いやでもこれってこんぐらいの年からじゃない、ちょうど多分その、そうなんだ、その時期ですよね、親にめっちゃ言われるけど、この年でこの顔はないだろうって言われる、うん、いや、まあ、でも、まあ、そうだよな、だって、いつも僕なんか、若く見えますよ、絶対、あー、周りね、そうそうそう、この前そうだよ、8日土曜日に僕なんか披露宴の二次会の司会があって、そうお客さん見て、うん、結構5歳ぐらいみんな上だなみたいな、ね、してるし、うん、お話ししてたら、うん、今僕
なんか同じかな、ならちょっと下ぐらいとか1個上の世代で、うん、おおっとプラプラいいしね、うん、おじさんかなぁそうだよなみんなびっくりした、うん、あ、でもキャンセル、キャンセルは一緒に行くと全然大丈夫だと思う、マジで結構おっさんだったよな、結構おっさんだったびっくりなんで、だって完全に上、もうおっさんさんだって話で大体なんか、あの、毎年だみたいな感じでねえおおってやばいよ、俺絶対上から目線で話しとけられるでも僕なんか直接から何にしろ、うん、年下とか得意だろうか敬語で、あの、楽しくの時とかそうだな、はい、俺大学生に行かなくてよかお酒飲んでるくらいですか？あ、そう、俺モレッツに言おうと思った。はいはい、うん、これ司会をやってて、あの、この結構広い会場で、はいはい、ちょっと定で15歳くらいさんの人たち、ちょっとあの高いお客さん見ながら MC したら、そて本当だって100名を呈して 2時間以上に150円ぐらい、もう席も足んねえなって3時間を予定したんで、はいはい、その40分ぐらいはもう席がないな、はいはい、ってそれで時間潰れて、うん、まあそれもね、うん、調整しながらいろいろやってて、うん、そしてギリギリまでこう席をね、うん、座って座ってじゃないですか、うん、でやっぱりその、2次会だから、この披露宴の2次会だから、こうみんなこのドアに来て、はいはい、会場来るんですけど、一、うん、人手前に、ね、こうブルーのドレスを着た、はい、まあちょっとあのスラリとしてのいて、まあ MC しながら見たら、女性の人が椅子を自分の座る椅子を持って、はい、で椅子に座るときこうなんだろう、胴体を直立に座らないでしょ、はいはいはい、まあちょっとこう傾いて前かがみになるって出して座った、うん、時に、うん、もうおっぱいが見えるた。俺だろうな、ちょっと、なんだろうな、アニマじゃなくてってこと、おっぱいだってよ、ああいいのあるわけですけど、それにおっぱいはないは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 いないないで、ね、もうなんか、スイッチみたいなボタンみたいな、もうだからなんだろう、この興奮もしないっていうのは、仕事中もありますし、なんかもう、風景で俺一回おとぎって、うん、当たり前って、うんうん、今おっぱい見えたよ30分ぐらい今じゃないけど、ね、五感談中だったの、うん、こうやって、うん、今おっぱい見えたよな、うん、っていうのちょっとこれはちょっと今もうでも忘れる忘れるぐらいもう本当にあの日本に受け込んだおっぱいいや、知らんけど。ああ、見えたりするからね。うん。かがった時、気をつけた方がいい、女性。はい。俺も見ようと思って見なかったので。うん。ほんとになんか、見てるから、ずっと、はいはい、目に入っちゃった感じ。そろそろ企画、そうそうあの、詰めて、進んでいこうかなっていうの、さなか。うん。ほんと。あの、間違いされてても全然わからないくらい。いや、わかる。お前がそっちに気づいて。なるほどっていう国一応おっぱい見えた俺は何も俺はだってあのこの来てる人に何か仕掛けてたら、うん、めっちゃ胸元に入れてるってことを俺どんどんどんかなって言われてそうそう何か多分俺のこと聞いてたんだ気に入ってると思うあの人、うん、なんかちょっとやった感じしてたけど話し走りたいなって、うん楽しかったね面白かったな、うん、俺はステージに上がって急に落ちたと思ったけど、はい、でもあの、ね、これは悪い意味じゃなくてなんか2次会に近いなので、うん、あの皆さん酔っ払ってるじゃないですか、うん、あんまりこう絡みすぎて、うん、こう場がこうなんていうんですかそうそうめっちゃかめっちゃかにあこいつそう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 なんていうのあの一はこうプログラムをなんか使って進行していけないからということで、僕はその持ち上げる
に、あ、この人なんか反応したらこの後結構ひっちゃくちゃくちゃって俺持ち上げられつつそのまま仕事を過ごしたそうそうさあ続いてさあさあそうですって言いか持ち上げられたら全然いいだから3人がいいと言われてだから、ね、声だけで聞いてたら何も分からんそうそう下に下ろしてもらって、ね、いや優しいなあ優しい優しいやっぱりちゃんと大人なんで、うん、皆さん大人いい時間だけ飲んでるからこういっぱいあるとちょっとなんか、うん、あの人っちゃくそうですけど、はいはい、そんなのねそんなのに、ね、なんかありがたいこと、うん、みんなないかなでもなんかよく聞くじゃないですかこうあの次回でちょっとなんか荒れたみたいな話とかも、はい、俺も僕も今まで仕事でもそうですけどプラットで行ったやつでもないですねないね、うん、そんなのなんか恵まれてるのかな、うんうんうんっていう、まあ、こんな、はい、お仕事をしましたよという話をございました、はい曲聴いてもらいましょうかね行きましょう曲も俺ずっとこれをほうちょっとわがままさせてください、はい、行きましょうあーなるほどねいやですねツイキャスもたくさんいただいておりますみたいなあの先生がねでもそうか、そうか、家計画なんか苦手ですもんね、うん、あの家計画は違うかな家計画は酸っぱい感じがしますけど、うん、これもう本当にお茶なのであの飲めます全然飲めます嫌な皆さんはなんか体にいいなっていうねこう本当にパンパンっぽくみたいな感じの皆さんアブロンでしたアブロンあのこんばんは、後ろにあるのはオランダの奥さんですオランダの奥さんとは何だろうなあそうです、そうですああもう俺なんかだって、うっですよ全然わかんなかったなすいません、立ち会いではありませんさんがこんばんはありがとうございますありがとうございます結構焼き肉シュさんこれは苦い味の美味しいの苦味の前にそうそう苦い美味しいんですよこれはまあでも大人になるんですよ親小さい頃のお酒だけじゃなかなか苦味の前みたいに感じるはい一緒にね俺もお酒みたいなものでもやっとなんか親の前にはね違うちょっと苦いぐらい、多分あの本当に苦いやつの、うん、あの生で食べたりするじゃないですか。熱いやつだろ。そうそうそう。だってクンって言うんだったら俺は認める。それはだってそのポイントアップルじゃないもんだ。あれはまあちょっと。
ちかというとなんかその甘みというかこう甘み系のそうですさっぱりしたゴーヤ合うかもしれない。ゴーヤーも美味しかったですけど、ありますよね。あれ飲みたい。あれまたクラフトビールのバーの中もあるんですけど、はい、なんかね、特産の商品もあるから甘みがさっぱりとして、うんうんうん、ビアーデンの MC ってやっぱり飲んだりお客さんが差し入れしてくれたりするの。ビアーデンの MC 僕らは一回やってないんですけど、あのちょっと声で放題でね、あのドリンクももちろんのことビールオリオンの、うん、あのビアーデンなんですけど、そうですね、最高。僕はあのゲットのゲットの美味しいいいですね。いいですね。タイガーはねビールはビール、ね、まず、マンゴーテイスト、トロトロマンゴーテイスト、で、このパイナップルのテイストを入れたんですけど、もしかしてマンゴーもね、はい、ちゃんとマンゴーの香りもね、めっちゃいいよね、パイナップルのやつで、なんかビール、ニッピッとですね。あれ？流れ星流れるな。あった！今に当たっちゃった！金ピアオープンラジオゲームゲーム F チューンド金曜日金ピアオープンラジオ、あともうあと15分しかないですね、はい、ゴーヤーマン知ってる？ゴーヤーマン、ゴーヤーマン僕たちが知ってるじゃないですか、うん、あのね、チラさんチラさん出てて、はい、ゴーヤーマン、アイマンとか、うん、ヘルメットとかなんかクルダが非常に流行りましたね、うん、それきっかけで沖縄はまたブーンとね、うん、全国国的な名前がどこだって言っても変わるんではないじゃないですか。もう最近の沖縄さ、うん、そちらさんとの時も行っても、うん、その本来の人がもう、まあ、じゃなくてこう沖縄に本当に沖縄に住んでる、うんうん、関東さんとか、はい、大学が出たそれこそあの沖縄を変えた男だったりとか、ね、他にもなんかいろいろありますよ。沖縄の映画作品で、あっいろいろなんかそういうのすごい県内に住んでて、まあ、僕はしないですけど、しないですけど、なあなあと思いながら、いい作品あれとか、あんまのあんまり、そうそう、あれあれも監督さんとさせてもらう、監督さんとさせてもらうけど、あれも良かったね。カッチ58のまず曲にインスピレーション、うんで、その作中で歌ってる歌、うん、その作オリジナルで、うん、このカッチ58の前川さんすげえ作詞作曲して、あれもあのトラウマナイト、あトラウマナイトね、沖縄とかいうなんかその結局なんかこの映像みたいな作品、はいはい、結構クオリティがなんかいいですよね。あの地域地域ん、ご当地ロロロロロロとかすごいのの春田エカー、それまでマバブヤもさせてもらったんですけど、春田エカーには他にも、にも今あれは、まだもう、あれもすごいすごいすごい、いやそう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 、あれで、あっ、いやいやいや、見てた、あの、タイあの、タイあ、そう、なんて言うんですか、この言い合いのこと、出てこないな、言葉みたいな、この、なんとか組みたいな、ヤグ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 、すごい、いい人です。あ、ありがとうございます。お知らせとか、明日、9月15日、
たちの不意識的にオンライン劇場がございます。場所は、ハーフの文化展物館、旧三越向かいですね、4階展天ホールであります。はい、時間は夜6時、5時、6時、はい、夜の時間開演、10分ぐらいはね、江戸に公演です。売り数と1500円になっておりますけれども、銀ビコボを受けてください。当日行っていましたら、はい、まあ、当日でも前売りで前売りでお願いいたしますのでね、はい、ここそこからは把握を待ってますので、あの普段からね、地元 FPC、はい、あのお金を儲けるとしないと、そうそうですよ、そういうことかかりますね、そういうことに見えてもらいたい、お会場自体は当てているので、みんなに見に行ってほしい、まだまだ知名度もね、はい、今後も見える、見とってる、確かに、あと誰だばってやつめっちゃいないのか、ニッキーさんも好きじゃない、ニッキーなんか、そうか、ニッキーさん、ナイスハーフのニッキーさん、うん、そんぐらいじゃない、はい、さんぐらいですね、今さっき、あの歯医者さんの CM ですね、あーニッキーさん、あと、あのゴミみたいな、ゴミではないだろ、まだ見ぬだけで、いや、まだ見ぬゴミがいっぱい、ゴミね、みんな頑張って、で楽しい舞台作っておりますので、本当に面白いです、うん、ネタも面白いし、企画も面白いです、じゃあみんななんかモノマネを見たりもするので、こう似てるやつ、似てなくて一点モノマネ3秒みたいな、うん、でもなんかみたいなね、なんかいかがとことこと言ってる、企画しておりますので、はい、ぜひとも来ていただきたいと思いますね、よろしくお願いします、テスト、はいはい、9月の24日、曜日、祝祭日ですけども、はい、こちらはあの裏手の方に、徹底祭、はい、県内にあります、この、はい、スポーツの、大勢、われわれ、ゲスト FEC のね、はい、舞台の22日間で、連続で公演していくということで、僕たちは24日の、はい、月曜祝祭日。お笑い米軍基地っていう舞台の特典あります、はい、を演出するでございます、これが今日もね、してたんですけど、結構で、うん、あの楽しすぎて楽しかったね、そうそうそう、あれだから俺ギリギリまで、うん、結構大会も参加してたけど、はい、あの大会に大丈夫なのかって言われてて、この時見たら行かないって、ね、そうそう、最近はね、こう、うん、近年はずっとコントだけ、はいはい、いろんな沖縄の構成とかを復帰してしまうと、うん、だけなんですけども、うん、また久々にこう喜劇、ね、小学の優勝で喜劇を復帰してもらえれば、沖縄バージョンをやります、みんなのね、やったり、こう、普段見られないようなものを、はい、なんかのアクションとかもあったりないとか、うん、なっておりますので、はい、こっちのどこ事務所、僕が FEC の事務所に行っていただければ、チェックできると思います。はい、ご公演記載、FEC、あと FEC で検索してもらえればと思います。よろしくお願いします。そして、あと一つ、6月26日の水曜日、はい、俺たちがヘッドになった時の次の日でございます。はい、ごぼび。僕のピピロごぼうというコンビとですね、はい、おたびというコンビ、2組で毎月やっているライブ。今月9月26日水曜日にやります。場所がですね、旧アンターハウス。もう今、アンターハウスさんが、なくなってですね。はい、はい、で、同じ場所で、ライブハウスまた、うん、次のアナさんが、アナさんはね、ケースという、まだ変わりまして、サウンズグッド。サウンズグッドというライブが入ってます。リポートも、はい、同じく500円。はい、ドリンク別で、はい、こちらに、ね、ぜひ上がって来ていただければと思います。芸人のお願いします。3本ずつと企画も企画よく楽しめるようになっているので、こちらも来ていただきたいと思います。ちなみにこちらは当日会場に4時半入りでございます、はい、4時半入りさあ8時になった8時開演、はい、19時半から4時なくて4時です。4時入りです。じゃあちょっとバイトします。4時。
も連絡して時間にも。あの先に入っていただいてからちょっとだけなんか買い物しましょう。急いで。いや、なんか必要なのかな、マッカーマッカーとかじゃないですけど。黄色い青の人。はい。方から。すごい連絡でコメント来てます。はい、ここで、いいのか、僕でここです。はい。まあ、うち、あの、ゴミだの言ってましたが、ちりも漏れば山となる。ゴミのつぶは、やばくなる。やばくなったら、いい意味でやばくなればいいのかな。知られるように。久々喜劇楽しみにしてます。このマンガさんの、あの、普通がね、うん、入ってますので、楽しみにしてください。沖縄新人気ってこと、まあ、そんな感じなのか、喜劇、うん、まあ、喜劇や、はい、沖縄版喜劇。はいはい。これも、騎士が、ちゃんさん作った、この和君たちも、長いですもんね。はい、10年を、はい。金ぽい鷹の爪がいいな、わびより。どういうこと。いやいや、お前がうまいって言ったから、金ぽいが辛さをつけるくわえてる鷹の爪がいいな、こうでしょ、わさび、金ぽい、わさびより、わさびより金ぽい鷹の爪がいいっていいでしょ。ああ、そういうこと。あ、あの誰よりいいの。ああ、ああ、プーってこと。違うんですよ。きんぴらごぼうにはわさびより高爪がいい。ははははは、特徴を使ってきてコメントを読んで気に持ちます。いや、それは僕たち、僕たち持ちませんから、本当そう、自由に滑ってもらえれば。だって、あの、ラジオにする人すぐ滑らないですか。そんなこと言ってないよ、基本的に。僕はそうです。キャラ滑ってダメですよ。やりましょう、滑りましょう。もうエンディングの電話来てます、はい、メール来てますんでしょ、送りましょう。こんばんは、はい、睡眠時間、睡眠時間が6時間か8時間ぐらい。おー、しっかり寝てる。しっかり寝てる、ね、8時間寝てますね、うん、明日の劇場戦が出た今月だよ、見に行こう。ありがとうございます。楽しみにおります。はい、あ、うん、話しかけますが、先週お話しした、YouTubeうん、カンアキチャンネルの動画見てくれましたか。やってないのチャンネル、はいはい、もう僕もう本当にこう思ってるんですけど、うん、放送終わる前にも忘れてたカンアキチャンネルの存在は終わる前にじゃなくて、これはもうどれだけどうしたいけどこれも忘れてたカンアキチャンネルね、変えてできないから。まあまあ、変えてます。カンアキちゃん、あっち行ってきました。オッケー、見てください。いや、俺、夢中って言ったら、もう俺は、あの、ケンタちゃん。ケンタちゃんって言って、沖縄のバーバーグですけど、あの、65名の。なんか、不祥笑ってて、僕なんかが、事務所が主催してる、うん、あの、カラインマークに行ってくれた。うん、ケンタちゃんいて、うん、の宇宙人ですけど、もう、つまらない言ってますから。でも、絡みたいんだから、絡むわけなのかな。でも、なんかちょっと、なんかね、あの、え、あこっちによ。あ、まあ、よっこっちによってもいい。ってくれる。おっしゃる。おっしゃる。多分だけど、この間ないですよ。そうですよね。お悩みしてちょっとあれはきついな。テレビ出たじゃん。じゃあ、だから、って思われる。だから、検索ボタンを押したら、一番最初に、出したんだけど、
でも見たわけよ、なんかそうなんだ、うん、特にこう、玉があって面白い動画があってじゃない、そうなんだ、でもなんか、うん、ただただ、うん、米田コーヒーを紹介したりとか、いろいろなんか紹介、沖縄のいろんなこととか紹介してるので、しました、行ってみてください、はい、も出ることね、ケントさん、あ、ケントさん、そうそうそう、あ、一番おすすめはですね、だから、なんだったかな、かな、もうほん、本当に本当にあれでしょ、そう、だから、ブランドライン、ブランドライン、だから、そうそう、クロートネイマーさんが言ったし、クロートスロースとか、ウッドスとか、うん、そうそう、かこれ、ね、そこが面白いのみたいな、はい、逆にクラウドバスみたいなのも、ああ、それエンタメタイミングあったら読んでみたみたいな、だから楽しみだったから、ね、YouTuber とかやっぱやってます、はい、動画の YouTube もいろいろあると思いますので、期待があれば、はい、全部ごめん、タイムなんでよ、タイガーと呼ぶかかりだけど全然タイガー、その時一応俺とキャンセルちょっと使うキサー誰もないよ、おにぎり食べてますということで、はい、もね、1時間お付き合いいただきありがとうございます、お笑いできてください、はい、また終わりということで、エンピラゴボウのキンキンピラピラおラジオでした、来週も聞いてくれなきゃ、キンキンピラピラおしに加わっておしおきよアウト、ええ台湾の